神戸オフィス所在地の日本生命、三宮駅前ビル株式会社トリドールホールディングスは、レストラン及びショッピングセンター等における飲食店舗の開発と運営を行う企業グループの持ち株会社、東京都渋谷区道玄坂に本店を置く。釜揚げさぬうどん、丸亀製麺を、はじめ、焼きそば専門店、長田本条圏、極細醤,醤油ラーメン専門店、丸美塩屋、 釜飯と焼き鳥のトリドールなどを経営し、他業態を小さな同一証券で展開して異なる商品提供によるシナジー効果を経営方針としていた。フランチャイズ展開は行わず、すべての店舗が直営店として店舗ごとでの製造を行う。全業態の店舗数は2020年12月末時点で国内に857店舗。 海外に11の国と237店舗を構える。2000年代後半以降の主力業態は、フードコートや郊外ロードサイドに出店している丸亀製麺となっており、経営資源をうどん事業に集中しつつある。香川県の讃岐地方は創業者である、淡田高成の父の故郷であり、全国に美味しい讃岐うどんを広めたいということから、うどんの聖地である地名を取って、 丸亀製麺と名付けた。ただし会社と丸亀市は無関係である。現在は売上の8割以上が丸亀製麺となっており、新規出店もほぼ丸亀製麺のみに絞り込まれている。2017年3月末時点では丸亀製麺は全国で778店舗あり、セルフうどん業態では店舗数と売上ではなまるうどんを大きく引き離し、日本一となっている。 丸亀製麺の影響を受け、店舗設計、製麺機の導入、価格、メニューを模倣した、うどん店が展開されたり、大手の外食チェーンが、うどん市場に参入している。2016年10月1日に、純粋持ち株会社に移行し、株式会社トリドールから、株式会社トリドールホールディングスへ称号を変更した。国内における店舗運営事業は、 同年3月31日付で設立した株式、会社トリドール分割準備会社に承継し、同社を株式会社トリドールに、称号変更している。株式会社トリドールは、同年10月に株式会社トリドールジャパンへ、2020年4月には、株式会社丸亀製麺へ、称号変更した。2019年9月、神戸市から東京都渋谷区に本店を移転した。 旧本店は神戸オフィスとして引き続き営業する。経営者たちの40代、トリドール社長、淡田貴成プレジデント、2021年3月12日号、会社分割に関するお知らせ、株式会社トリドール、2016年4月12日、トリドール、立ち飲み居酒屋、バンハイヤを買収相手メディア2017年7月27日、ありがとうございます。